よっしゃ、もう撮ってます。はい。はい。じゃあ始めます。はい。はい、今日はこれです。読めます？体は死、燃えるが。まだ習ってないこれ。心は燃えるが、心は冷静。うん。冷静。習ってない？習ってない、習ってないかも。冷たいって言う。冷静ってわかるの？いつも言うよね、うん。冷静なやつの方が強いし、格闘技とかね、うん。これは習ってないよね、まだね。多分まだ言ってないと思うね。これ大事で、これは、試合中とかでも大事だし、あと、何でも大事、これ。本番の時、うん、まあ、普段はこれあまり使わんけど、ちょっと本番の時ある、ね、うん。練習試合、本番。空手で言ったらそうなるけど、うん、学校とかで言ったら、練習の、まあ何、何練習テストみたいなのがあるの、うん。練習テストじゃない、何ある、うん、なんていうか、まあ、練習問題か。うん、練習問題を解く時とか、うん、本当の試験するときとか、テストするときなんかは、こんなん大事だね。うん、これなんと、何かというと書いて、文字の通りなんだけど、うん、体は燃える。体は燃えるやん。うん、熱くなってくる、うんうん、そう、柔軟体操とか、頭の体操とかもして、さあ行くぞっていう、行くぞっていう気持ち。うん、これ体が燃えとる状態だ、うん。こんなんなっとったら燃えてない、うん。よしってこう胸を張って、よしって、目に力グッと入れて、これ体が燃えとる状態、うん。でも、心、体は燃やしてもいいんだけど、心は冷静で俺だっていう、うん。冷静にね、うん。これが逆だったら良くないね。うん、体は冷静こうなっとって、心だけ燃えとったらドキドキしてから、うん、逆効果になるね、うん。体は燃えるが心は冷静で、これって対義語なんよね。対義語ってわかる？まあ多分習ってないかなって、今からなのか分かるけど、うん、対義語って言ったら反対の言葉なの、うん。例えば、高い、低い。うん、ね、うん。広いは狭い。長い。短い。これ対義語っていうね。うん、反対の言葉、うん。これも、燃えると、冷静、冷たい。うん、逆ない、うんうん。対義語なんだけど、これも。これは、対義語が混じっとる言葉なんだけど、同じですよっていう。これはね。うん、これは、同じ意味ですよ。体は燃えとるけど、心は冷静ですよっていう、うん。一つが一緒になりますよっていうとね。うん、で、試合前とか、テストの前になったら、これを常に頭に入れて、体は燃えとるけど、俺は心冷静だっていう。うん、気持ちを、すぐ思い浮かべて、ずっとそれで、コントロールしていく。うん、それだったら、だいたい成功する。うん。いいですか？はい。以上。以上。おしまい。おしまい。